タクティクスということでね、30年以上ぶりに、この、コロンに出会いました。これなんかご存知ですこれはね、ちょっとまた、あ、新品なんで開けますけども、開かないね。開かないというね。<laughs> はい、開いた。これ、床屋さんなんかで見かけたことないですかこのラベル。いや、これはね、私たちがね、突っ張っていたときに、 使っていた方向剤ですよ。まあちょっとおじさん臭いというね <laughs>、感じが今はしますけども、まああの、10代の頃これがね、なんかこう自分を大人びさせてくれるかなと思いまして、まあ、リーゼントに、えぇ、ー、中欄にこちらをね、振りかけて、で、タバコの匂いをごまかしていたという代物でございます。正確に見てみると、タクティクス、アフターシャワーコロン。 オーデコロンと書いてま,す、ねうん、まあいまだに日本製ということなんですけどもいやね50過ぎてねもう一回これに出会えるなんて思いませんでしたアマゾンで買いましたけどもね当時はねデパートとかに行ってほんと勇気を出して買ったんですよで箱はねちょっと変わったような気がしますね前こんな感じじゃなかったと思うんですけども、まあ、というのも箱をすぐに捨てちゃってこれだけ買って帰ってきたんでうんずしっとで もっとでかいサイズだったような気がしたんですけどもね。でかいサイズもあんのかもしんないよね。資生堂でございます。これ。タクティクス。ね。これを、ちょっと今度、この夏は、これを使ってね、えー、男のダンディズムを追求したいかなというところでございます。それでは、タクティクス。